お立派なとこですね。まあその当時とあんまし記憶なかったんですけど、こんな感じだったかな。まあ、中庄から少し、ね、離れた帯江っていうところですかね、ゴルフ場があったり、まあ、ちょっと中庄寄りのところに、まあ、帯江銅山っていうのが昔あったりしたんですけど、今日はねこのゴルフ場、帯江ゴルフ場かな、ちょっと名前わからないですけど、の先にあるね荒和津の観音っていうところですかね、があるのでちょっと行ってみようかなと思います。まあね、小学校の時ね、中庄小学校から遠足で、春の遠足で歩いて、来たんですよね。だから中庄学校からもそう遠くないエリアになるんですけど、池がありますね。亀がいます。こんな感じですかね。この先に。あるみたいなんですけど、まあ、ところどころでのお地蔵さんが愛されて屋敷があります。家があったんでしょうね。完全に崩れてます。倒壊してますね。行ってみようかな。小学校の、ね、遠足の時は多分ここを通っていったと思うんですよ。まあ、左手にも道あるんですけど、そこはまあ車が通って駐車スペースがあってっていうことなんですけど、小学校1年生だったかな、1年か2年ぐらいの時に春の遠足で行きましたね。まあ、その当時と全然変わってないですね。もう20年以上前ですけど、ちょっと木の塀がありますね。これも古いから倒れてますね。お、塀がありますね。この木の塀のさらに向こうにも塀があるので、もともとはねちゃんとした立派な塀があったのかなと思います。お経をね唱えてますね。ここは仏閣みたいな感じ。びっくりしましたね。確かここでなんかお弁当食べたかな、この公園で。こっちか。
まあ、車は行き止まり入れないってことですよね。ところどころでお墓がある中で、まあ、この上にペットボトルが結構さっきから複数見えるんですけど、まあ、おそらくねこのスズメバチ対策の罠かと思うんですけど、ちょっと中行ってきましょう。どういう感じなのかちょっと、お、お立派なとこですね。降りていきましょう。まあその当時とあんまし記憶なかったですけど、こんな感じだったかなと。まだね、これ見てください。ちょっと登っていきましょう。願い事書いてるとたくさんありますね。あ、でもね、子供元気な赤ちゃん生まれてきますようにとか、まあ子供に関すること書いてます。元気で良い子が生まれますようにと、まあ、安産のとこなんですね。なるほど、立派な、仏様が。まあ、ここからが、参拝すると受付があってということで、まあ、ここまでですね。はい、まあ、ここから先ですね。行きます。はい、まあ子供多いですね、参拝の子供というか、まあ生まれたばかりの赤ちゃんとか、つまり、まあ、まあこういう感じでいろいろとね。まあ、なんかね、ちょっと言い方がおかしいかもしれないですけど、なんか天国のような感じですね。なんかすごい癒されるスポットで、あらわずの観音寺。裏からね入ってきたということで、僕は本当は逆走してるということですね。そういう感じで、はい、まあなんかどういうものかっていう分かった上での外側を見るっていうのもまた見方が違うかなと思います。はい、でこのまま、出口に、向かおうと思います。はい、こういう感じでアーチ状になってると。参りと、ちょっと当たっていきましょう。はい、はい、というわけで、駐車場来ました。結構ね広い駐車場ですね。ぜひね興味ある方、仏閣とか好きな方ぜひ行ってみてください。あの、まあ、裏からねまあ、ちょっとね邪道だったかもしれないですけど、ぜひね車をここに止めて、表から入ってみてください。はい、まさに裏からの潜入ということでした。ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。
スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。